ウィケットクリケットにおいて、ウィケットという用語にはいくつかの意味がある。第一の意味は、ピッチの両端にある3本のスタンプと2本のベールから、なる2セットのうち1つである。ウィケットは、バッツマンにより、バットを用いて、ボールが、ウィケットに当たるのを防ぎ、可能であれば乱しようとする。第二に、関与適用法で、バッツマンのディスミザルは、テイキングオブへウィケットとして知られ、 第三にクリケットピッチ自体がウィケットと呼ばれることがある。語源は小さい門であるウィケットゲートから来ている。もともとクリケットのウィケットには2本のスタンプと1本のベールしかなく門のような見た目をしていた。3本目のスタンプは1775年に導入された。これはランピース・ティーブンスがジョンスモールに向かって投げたボールが3連続で2本の スタンプをまっすぐに抜けていったことからである。ウィケットは地面に打ち込まれた直立の木製ポールであるスタンプ3本と上に乗ったベールという名前の王国2本から構成される。ウィケットのサイズと形状は300年の間に数回変更されている。その寸法と配置は現在ローズオブクリケットのロー8により決まっている。ベールの銅や線の長さにも決まりがある。 ジュニア用のクリケットのウィケットとベールの使用はそれぞれ異なる。アンパイアは条件が不適当である場合、ベールを使わないことがある。ウィケットの使用の詳細については規則の補足 D に含まれている。ありがとうございます。